何が面白いの？この試合展開。もう7回。何が面白いの？この試合展開。中日は楽しいやろ。中日やけど、怖くてヒヤヒヤや。楽しいのと面白いのはちゃうやろ。そりゃ勝てれば楽しいけど、試合展開はつらいわ。親の顔より似た試合展開ビールを片手にたこ焼き食べながら安心して見られる。中日打線、思い出しました。どっちかというと思い出したんじゃなくて思いついたんじゃないかな。青柳も中日打線も思い出してしまった。バンテリンの本領発揮や。まあもともとこんなもんやろ。2011年にイエス対決で吉見が7回まで0に抑えて、8回浅尾、9回岩瀬でブランコの内野ゴロの1点を守り切って勝ってたのを思い出す。中日側からしたら1点でも取って完封するのがお決まりだからね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。